お疲れ様です、店長です。本日なんですけれども、カブトムシやクワガタムシを飼育している上で必ず誰しも一度は悩んだことのある問題について触れていきたいと思います。コバエです。コバエなんですけれども、皆さん悩まれたことはございませんか？ちなみに店長は絶賛悩んでおります。まあこのコバエなんですけれども、クワガタムシやカブトムシを飼育していると必ず直面する問題です。めっちゃ湧くんですよ。すっごい湧きます。一つの飼育ケースの中からコバエがブワーって出てきて、まあ蓋をパカッと開ける。よーし、カブトムシくん餌を交換してあげようね。幼虫くん、そろそろ新しいご飯をあげようよっていう風にやったらブワーって湧き出ることがあるんですよね。まさに黒い菌です。なんて言えばいいですか、バイオハザードでなんかそういうボスがいたような気がするよねっていうぐらいブワーって出てきます。とても気持ちがいいものではございません。さあ、このコバエなんですけれども、クワガタムシやカブトムシを飼育していると、まあ避けて通れないものと言いましたけれども、一口にコバエと言いましても大まかに2つぐらいに分類できると思うんですよ。一つは小腸バエと言われているものです。どういったものかっていうとですね、まあ餌の食べ残しに湧く、そうですね、クワガタムシやカブトムシを飼育していると昆虫ゼリーをあげたりだとか、あとはですね、人によってはリンゴとかバナナとか、そういうフルーツ系を餌に与える方いると思います。そういった食品系に湧くハエです。あったかい季節になって台所の排水管とか三角コーナーとかに生ゴミとかそのまま置いといたら、そこにドラーって湧いてくるようなやつらいるじゃないですか。あれです。本日触れるのは小腸バエの系統ではなくて、キノコバエと言われているものです。このキノコバエとは何ぞやっていうとですね、クワガタムシ、カブトムシを飼育する上では欠かせない昆虫マット、こちらに湧くものです。クワガタムシ、カブトムシを飼育するマット、要は土だよね、あれに生えて湧くの。そんなん困るよ。子供たちがクワガタムシやカブトムシ飼いたいって言ってるけれども、そんなもんにハエが湧かれたら母ちゃん困りますよと、父ちゃん嫌だよ、なんとかしてくれよと。絶対飼いたくなくなるわ、ご安心ください。こちら対応方法が全くないわけではありません。では今からその対応方法をお伝えいたしますので、ちょっと動画で見ていただきたいと思います。でここから先なんですけれども、コバエのアップ画像とかも一旦映したいと思いますので、苦手な方はちょっとスキップしたってください。よろしくお願いいたします。はい、こちらですけれども、現在絶賛コバエが湧きまくっている飼育ケースになります。これなんですけれども、コバエシャッターと言われてる、まあコバエが出入りしない、それゆえにコバエがあまり湧かないですよっていう飼育ケースを使ってるんですけれども、残念ながらすでに最初から使用してある昆虫マットにコバエが卵を見つけていたみたい。その結果短時間でこれほどコバエが湧いてしまう事態になりましたね。ちょっとアップにしてみましょうか。うわー、映したくねー、気持ちが悪い私だって好きではないよこの映像は。でもね、いるんだな、これが。はい、これがですね、俗に言うキノコバエ、あるいはクチキバエと言われている類のものです。いっぱい種類があるそうなんで、私はどの種類かって言われると正直困るんですけれども、一度湧くと1匹のメスが60個ぐらい卵を産むそうなんですよ。で、卵から成虫になるのはおよそ10日少々ぐらい、まあ2週間もあったらば成虫になり、で種類にもよるそうなんですけれども、成虫になったらその寿命は4時間ほどっていうものもいるらしいんですよ。でこのキノコバエなんですけれども、詳しい生態は分かっていませんけれども、その4時間の間に交尾、産卵、そしてまた10日ほど経ったらば1匹のメスから60個ぐらいの卵を産み、爆発的な量で増加していくっていうような形になります。生まれた卵は何を食って生きてるのかっていうとですね、昆虫マットを食しています。要は自然界では腐葉土などを分解する分解者としての役割があるんでしょうけれども、まあ残念ながら昆虫を飼育している方にとっては不快害虫以外の何者でもないでしょうね。ちなみにヘラクレスオオカブトの幼虫を2021年の12月13日に管理したものです。本日が2022年の1月の10日ですので、1ヶ月まだ経たないかぐらいなんですけれども、これほど爆発的にまあコバエが湧いてしまってる状態になってるんですよね。やばいですね。こちらはですね、キノコバエが湧かないように対策をした産卵セットになります。使用しているマットは他種の産卵に使用したこともありますので、キノコバエが湧いていました。しかしご覧ください、
現在キノコバエは一切湧いていません。どのようにしてこのようなキノコバエが湧いてない状態にしたのかっていうのを今から動画にしたいと思いますので、よろしかったらご覧ください。それではどうぞ。まずプラスチックケースを用意してください。そしてそのプラスチックケースの中に以前別のクワガタムシの産卵セットで使用した昆虫マットを詰めていきます。ちなみにこの昆虫マットはクワガタムシの産卵セット等で使用したので、すでにコバエが湧いてしまっている状態です。これらをマット内に使用していきます。続いて産卵木をセットしてください。前回産卵セットに使ったクワガタムシが卵を産まなかったため、そのまま再利用します。もう一本は新しい産卵木を使います。産卵木を入れ終わったら、続いて産卵木が完全に隠れるぐらいまでマットを入れていきます。続いて成虫が転んでしまわないように木の皮、樹皮を入れていってください。マットを入れ終わったら蓋をして、これにて産卵セットを組み上げる作業は終了になります。さあ、産卵セットを組み終わった状態のプラスチックケースをそのままの状態で冷凍庫に入れます。ご家庭の冷凍庫でも可能ですが、私の場合は業務用冷蔵庫の余りがありましたので、その中に入れさせていただいております。冷凍庫の中に入れていたケースを取り出します。見てください、完全に凍結してカチコチの状態になってますね。この後自然に解凍させることになります。ガチに凍っていた産卵セットは溶けている状態になります。中にファブリースノコギリクワガタのメスを入れます。餌を入れた後は蓋をして、これにてコバエの湧かない産卵セットは完成したことになります。いかがだったでしょうか。簡単に説明させていただきますと、まず最初に産卵セットをケースで組みます。その組み終わった後に冷凍庫の中で、まあおよそ1週間程度その産卵ケースを保管します。そうすればケースの中身は完全に凍結することになるんです。そして凍結してしまうとキノコバエは死滅するっていうのが今回の方法になります。キノコバエが凍死した後にケースを取り出し、自然解凍に任せ産卵ケースの中に入れるクワガタムシを投入するっていうのが、まあ、今回の、紹介する方法になります。今のところこの方法でキノコバエがケースの中で大繁殖したっていうことはありません。ただ欠点もあります。どういう欠点かっていうとですね、飼育ケースが入る冷凍庫がないっていうお家もあるかもしれませんけれども、それ以外に実は致命的な欠点としてキノコバエの生態っていうのがまだよく分かってないんですよ。具体的に言うと今回の場合でしたらば、どのステージでキノコバエは冬眠するのか。キノコバエっていうのは日本全土に広くいます。なので当然冬眠をすることもできるはずなんですよ。ただその冬眠しているのが卵なのか、幼虫なのか、サナギなのか、それとも成虫で冬眠しているのか。幼虫で冬眠している場合だったらば、どのステージの幼虫で冬眠するのかがわからないんですよ。なのでもしかしたら冬眠をした結果、常温で溶かしている間にその冬眠に成功したものが生き残り、ケース内で再び繁殖する可能性っていうのもないとは言えないんですよね。なのでもしかしたら理想的には一旦完全に凍結させた後、冷凍庫で凍結させた後数日後ケースを取り出し、常温で3日ほど解凍させた後もう一度冷凍庫に入れる、こういったことを 2,3 回繰り返すのが理想なのかもしれません。というのもですね、このキノコバエなのですけれども、生態はよく分かってないって言いましたけれども、温度にもよりますけれども、およそ10日前後で成虫になるっていうことは分かっています。つまり
3日ほど活動させていたら、少なくても卵で越冬に成功していたものは幼虫になります。で、幼虫になった状態で冷凍庫に入れれば、卵では越冬できるけれども、幼虫で越冬できない場合は凍死してしまう可能性って非常に上がるじゃないですか。当然幼虫で越冬はできるかもしれないけれども、サナギでは越冬できないっていう場合も、たった人生が10日間で次のステージに行くっていう風になったらば、3日ほど解凍している間に次のステージにキノコバエっていうのが進んでいきます。なので 2,3 回繰り返すことによって、ケースの中のコバエっていうものは駆逐できる可能性っていうのはあると思います。皆さんの方でもどのような方法で飼育するのがベストなのか、キノコバエっていうのはどうやれば完全に湧かなくなるのかっていうのをぜひ実験してみたってください。この方法に関しては私の方でもただいま実験中ですけれども、一定の成果が出ましたので皆さんに報告をあげたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。今回の動画はこのような感じで終了になりますけれども、我が家ではこういった方法でコバエ対策をしていますよっていうのがありましたらば、私の個人ツイッターの方にダイレクトメッセージを送っていただければ幸いです。それではまたねー。